私は北九州からありました、オペレーションテーブルっていうアートスペースを運営してますので、そこで沢登さんの個展とか、体験とかをやったことがあって、それで今日はこういうお手伝いをすることになりました。よろしくお願いします。それで、今日は沢登さんのお話を伺うんですけれども、初日にこのパフォーマンスがあって、でこのパフォーマンスについては、ずっと長くたびたび上演されてまして、キャッツでは初めて。キャッツで最初やって。最初やって。一番最初キャッツでやって、それで、この展覧会の初日にまたやったんですよね、ですので5回キャズですかね、だからキャズではご覧になった方もいると思いますし、それから以前のここでのトーク、ここに今いらっしゃる吉川さんと、何年でした2012年のトークがあったそうなんですけども、その時の話題はもっぱらこのハニービューティー&テイスティーについてだったので、今日は、もう一つのお部屋でやっている映像作品を主にお話を伺いたいと思っています。それで、というのは私は北九州なので、今沢森さん山口在住で、山口とか、北九州で沢森さんが作品を発表される機会に見ることが多いんですけれども、その時にたびたび同じ映像作品をいろんなインスタレーションで見ることがあって、それで それをそのやり方をとても興味深いなと思って見てまして、それで そういう映像作品の作り方、それと発表の仕方、そういうことについて伺いたいと思います。というのは、その今上映中の2作品ですね。そうです、2作品。そうです、2つの作品がこうダブって公演されてるんですけども、それは実は私は3回目なんですね。ここで見るのは3回目3回目ですね。そうまずは制作した直後に見て、それからその2年後に見て、そして今回で2年おきに3回目見てるんですけど、見るたびに違っていて、でそういうことについて、どういう考えでその映像作品を作っているのか、そしてどういう機会にそういう見せ方を変えていくのかということをついてお聞きしたいと思います。まずは映像作品どれくらいあるのかという数ですか、というのは展覧会のたびに、一度見たことのある映像が全然こう様変わりしてインスタレーションになっていることが多いので、違う作品にも見えたりして、実際映像作品っていくつあるのかなって思ったんですね。そうですね、いくつあるんですかね。ちょっと数えた、私が記憶してるのは言いますね。アダムとイブ、リンゴの、それからそうですよ、リンゴのキャズもやりました。やりました、ここで。いや、ここではないんですけど、東京店で、やりました。で、あとはね、ユリの花ですね。
2つとも食べるんです。あ、そうですね。あと桃の作品もなんかやっぱり食べるやつですね。あ、桃は知らなかった。それからあとは食べないけど、あとはベールあ、ベールのシリーズもありますね、うん、はい、カーテンのやつが、カーテンと花嫁のベールが、はい、ダブって、そうですね、ベールような作品があって、はい、そういう4つですよね、はい、そしてあとはあとフィリアの作品もフィリア、あ、そうですね、水面館でも、はい、そうですね、水面館でいて、はい、それからあと秋吉台 の山口県にある秋吉台の草原を、うん、まあ、ちょっとウェディングドレスみたいに着ながら、うん、こう消えていくみたいなのもあって、あとはなんか、まあ、竹さんのところでやった白いベールにをかぶりながらだんだん森の中に消えていくみたいな。ああ、それは違う作品なんですね。そう、別の作品なんですね、うん、今で、はい、僕のありがつで約10点ぐらいあるんですね。そうですね、もうちょっとあると思うんですけど、 あとあの花びらもあるって。あ、花びらですね、はい、それはだから今パッと考えるところ、これ、まあ、これも映像作品になりますよね。そうですね、パフォーマンスの記録としての映像と、はい、それから映像作品のために作った映像作品になって、はいはい、でその他にその花びらのものもパフォーマンスになりますか、あれは。そうですね、あれも一応パフォーマンスしていて、でも、まあ、ライブっていうよりはあの花びらが生まれてくるところを、うん、まあ、見せて、で花びらが、まあ、あそこのちょうどあの写真の作品なんですけれども、指型、ローの指型で花びらのように見せるやつで、それはなんか指からどんどんローが離れていくところを映しているので、僕の中でそれはそうですね、この指型はそのこうやって作られてるんですよみたいな感じなのを映像を見せて、パフォーマンスとしてしたわけではないんですよね。でも、まあ、一応パフォーマンスでもある、うん、そうすると大きくかけたら3つ目になるんですけれども、見せ方としてはそれをインスタレーションという形で見せますよね。そうですね、その時のなんていうか、この展覧会のたびにこの展覧会ではこの映像をしようっていうふうな、ん、どういうふうに決められるのかな、それからそれをどういうインスタレーションをしようとか、それはやっぱり展覧会の、まあ、テーマとか、 あとは展覧会の場所とか、そういうもの。そうですね、場所の雰囲気みたいな、その場所のなんかその持ってる空気とか雰囲気みたいなものを結構それを活かしたりしたいなというところがあるので、でその場所を活かしてなんか展示の仕方を変えたりすると、同じ映像を使っててもまた違う形に見える、うん、違う空間を作ることができるっていうのが結構面白いなと思っているので、結構場所ですね、場所の雰囲気とか持ってる空気とか、もちろん展覧会のテーマにもよるんですけれども、うんうん、それはそうですね、はい、そんな感じです。あ、今回この隣室の映像作品に決めたのは、はい、あ、向こうのですね、あれはなんかあそこのとか白い壁で、まあ前は違ったんですけど、あそこのなんか壁のところにそのベールを、オーガンジーのベールが下がっていて何重かになってるんですけれども、四角、まあ、ホワイトキューブでこうきちんと四角い角ができてて白い部屋なんですけれども、そのなんかカクッとした感じがちょっとわからない感じで、もやの中からこう見てるような、うんうん、そういった感じに作ったら面白いかなと思ったので、なんかキャッチでやりましょうっていう話をいただいた時に、あれをやりたいなっていうのがもう最初に、はい、出来上がっていて、それで持ってきました。皆さんもうご覧になってますよね、隣の映像作品、遊園地のね、遊園地の、はい、あれについてじゃあお伺いします。あ、そうですね、一度お聞きしたことあるんですけど、なぜ遊園地なんですかってことを、はい、あ、そうですねあの作品は一番最初やったのは、山口県の宇部市にある
時はミュージアム場所の展覧会だったんですけど、まあ、宇部っていうのはなんか、まあ、昔はあの結構炭鉱の町で栄えていたんですけど、今はもうちょっとあの割と寂れてしまっていて、でそこの時はミュージアムの敷地内にある小さなあの遊園地で映像を撮りまして、まあ、寂れてしまっているんですけれども、あの撮った時は真冬で年末年始だったので、あのすごいあのライトアップがされていて、であのライトアップもなんかすごいデザイナーの人がデザインしたわけじゃなくて、この町の人たちとか子どもたちがこうペットボトルとかでこうちょっと光が乱反射するような感じの手作りのライトアップみたいな感じ で夜、まあ、結構遅くまで頑張ってやってたんですけど、寒い上にあんま人口もそんなに、まあ、大都市じゃないので行くと本当に誰もいない、なんか光り輝いたあのなんか家のなんか夢みたいな、ちょっと遊園地みたいな状態で、そこがすごくちょっと魅力的だなと思ったので、もう普通だったら、まあ、ディズニーランドとかいうところだったら、ね、うん、あの夜でもカップルとかファミリーがすごい楽しんでるんですけど、全く人が映らなくて、そうそう、不思議ですよね。不思議ですよね。だからすごい光はもう頑張ってすごいライトアップされてるんですけど、うん、誰もいないっていう、まあ、だからその誰もいなくって光だけぐる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 回っているっていう状態で、あの回るものだけ、まあ、回るものが普通多いんですけど撮って、で馬の回転木馬と、あともう一つ中央にあるのがあの観覧車の窓から映る光なんですけれども、あの窓から撮ってるんですね。で、あの観覧車の窓から映る夜景も、うん、あの何でしょう、あんまり、まあ、静かな街なので、うん、そんなに夜景も激しくないというか、まあ、状況とか大阪とかそうそうそう、あの普通、まあ、例えばだから大阪だからって見たら、あの赤いね、飛行機がぶつからないように赤いライトがあってたくさんあったりして、バーってすごい夜景が、まあ、大阪も東京もどこでもあるんですけど、全くそういうのなくて、シーンってこう、だからどっちかっていうとこう、あれ夜空ですか、違うみたいな、こうパラパラパラっていう、その本当にこうちょっともうこのまま消えてしまいそうな光みたいなのがどん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 徐々に、ずっとすぐには動かないんですけど、よく見てると実は動いてて、うん、でライトアップされた柱が時々入ったりしてっていう、ですからまあ割とこう静かで消えてしまいそうな、なんかあんまり人の息遣いがあるようでないような、そのこう営みをあの撮って、で何て言うんですかね、あの光 そのなんか映像を撮ってみてすごく思ったんですけど、 まあ、あれはちょっと割とこう回転して巡ってくるこう記憶みたいなものも、その映像を寂しいというか、この映像を撮って表現したいところがあって、こう昔の記憶っていいところだけ、キラキラしてるところだけ割とよくリフレインされて思い出されて、そうじゃないところってなんだか都合よく消されてしまったりして、そうするとあの遊園地の映像みたいだなって思って、まあ、つまりあれ昼間の遊園地の映像だったらもっと細部がいろいろ見えてたりするんですけれども、真っ暗闇でただライトアップされていると、まあ、綺麗に光ってるところだけ見えて、そこだけがぐる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 って、なんか浮かび上がってるみたいに見えるんですよだから、どうやって撮ったのか、あのマジでなんか馬がこうこっちに向かってこう本当に飛んでくるみたいに見えるんです普通だとこう回ってるのを見るんだけど、こっちから馬がこう飛んでくるからすごい不思議なんですよ。あれはなんか馬が、うん、こっちに来る馬の前に馬車があって、その馬車に乗ってずっとあの三脚にあれして撮ったんですね。そうするとこう馬が追ってくるみたいになって、そうなんだ、あの、なんていうんですかね、あれメリーゴーランド、はい、その中に1個だけ馬車があるんですね。1個か2つかなんか馬車があるんです。馬車見えないですよね。だから馬車は見えないです、うん、馬車は見えないにしても、うん、馬車の窓から、うんうんうん、カメラで、それでなんかこっちへ向かってくるそうなんです、馬に追われてるような感じで、うん、そうそうそう、ま
そうすると記憶に追われてるって感じですか。そう、記憶に追われたらちょっと悪夢みたいな感じでちょっとこう追われてるみたいな、うん、はい、それが、うん、悪夢のようだったりちょっと繰り返してくる記憶だったり、そういったものを、まあ、その映像で表現できたらいいかなと、はい、思って。私はあまり悪夢の感じしなかったですけど、ね、本当にするような夢だから、なんか繰り返し見る夢の続きっていうタイトルを、あの作品にも作ってらっしゃるんですかね。あ、そうです。あと、そういう名前の展覧会もやりましたよね。そうです。だから繰り返し見る 夢って何だと思ったんですけどその、はい、夢を繰り返し見るわけじゃなくて見たい夢っていうんですか。いや、夜、ね、寝るときに寝てるとき見る夢なんですけど、うん、時々なんかこの夢ばっかりよく見るなとか、あるいはなんか、ま、今日も私なんか緊張してたせいかなんか悪夢を見たんですけど寝てってなんかその夢の中で、そうすると夢の中で、あ、これは夢だなと思いながら、でもこの夢は結構見てるなって思うんですね。かなり結構繰り返し見てると思うんですけど、はい、だけど、まあ、目が覚めてしばらくすると、いや、そんなこともなくてあんな夢は見てなかったかもと思うんですけど、まあ、つまり実体験じゃないのでしっかりとしたことはわからないんですけど、実際本当に何回か見る夢もあるし、あるいは夢の中で、これはなんか何回か私は夢の中で体験してるって思ってたり、まあ、割とそういうのがちょっと私の中で悪夢に近くて、繰り返すっていう。悪夢は繰り返す。そうです、うん、はい、私なんか個人的な話でごめんなさい、いい夢の時にパッと目覚めて、はい、もう一度見たいと思って、もう一度寝るんですよ寝ることがないんですかだからその佐野美さんが言ってる繰り返し見る夢の続きってそのことかなとか。あ、すごいいい夢そうじゃない。あ、なんか、うん、私の友達もそういう人は結構、うん、いや結構でもないんですけどいるんですけど、今思えたる人もいるんですけど、うん、あ、いいなと思って私も試してみたことあるんですけど私はできなくて寝るともうその夢を見ないとか、はい、違う夢を見たりとか、うん、そういう能力はちょっとないんですよね、うん、あ、作品に戻りますけど、では作品には、そういう、まあ、根底にあるテーマみたいなものといえば、うん、じゃあやっぱり夢とか記憶とか、うん、そういうことになるんですか。はい、そうですね。これまでの作品とちょっと違うなと思ったのは、これまでは割と女性をテーマにした作品が割と前編そんな感じでありましたよね、はい、そう、最初からずっとその、よくいろんなところでお話しされたりそれから書いたりされてますけども、佐野さんがカトリックの少女教育を受けて、少女時代にそのカトリック の厳しい解説とか、女性の宗教の中での女性の存在とかにすごくショックを受けて、そのことがずっと残っていて、まあ、アーティストとしての意識の中で女性性というものを追求していくっていうのがありましたね、うん、あ、そうですね。だからこれまでの映像作品はほとんどそれが根底にあったと思うんですよね。今回はそうじゃないですね。そうですね、今回というかあの作品ですね、はい、あの作品はそうじゃなくて、でも割となんかその前にいくつか撮ってるのも、うん、ちょっと今回のテーマとダブりつつ女性性とダブってて、はい、でダブってるものがだんだんなんかその女性性がテーマっていうなんかパーセンテージが低くなって、で今のまあ遊園地の作品みたいな感じに、なんか記憶とか、うん、そういった感じになってきていて、まあ、これからじゃあ全然女性性をテーマに作らないんですかって、まあ、別にそういうわけではないんですけど、うん、ただ、そうですね、女性性の作品を作っている時もずっとこのレコードの作品もそうなんですけど、こう割と何でしょうね、幼児性っていうか、こう子供がちょっとしたまあ、いたずらだったり遊びだったりそういったことをこうもう何のあれもない無意識でやったことが結構大人も見てえっドキッてするようなことがあったりして、うん、割とこれがそういう、うん、なんでしょうね、それに似て そういったイメージから持ってきたところがこのレコードの作品はあるので、だから割とその
子どもの頃の記憶であるとか、うん、子どものちょっとした行為であるとか、あるいはなんかその記憶のそのボーダーレスな、あ、こう曖昧なラインがしっかりと、輪郭がしっかりしていないものっていうものにすごくこうずっと興味があって、うん、なおかつ女性性の作品をずっと追っていたっていうところがあるので、今回はその女性性のなんかパーセンテージが低くなって、むしろなんか子どもの頃の記憶であるとか、そういった子どもみたいなものがテーマだったり、うん、あとは記憶とかそういったものの輪郭がこうすごく曖昧であるっていう、それが色濃く出た作品かなと思っています。輪郭が曖昧というのはそのベール、あ、ベールが、そう、ベールはずっとありますよね。そうですね、ベールとかレースとか、うんうん、映像の中にもあるし、うん、あとは今回みたいに映写するところに、うん、ベールがあるとか、あ、そうそう、ベールを使った作品もあるし、そうそうなんですね、そうだから、すごいベールはなんかすごく私の中でなんか重要というか、うん、記憶と関係あるんですね。そうですね、なんか興味深いアイテムで、うん、なんか最初女性性をテーマにしているときは、うん、その女性の昔の、まあ、今はねだんだん自由にいろいろななってきているけれども、結構昔からの結婚制度の中の女性っていうのはお家の中にいてっていう感じなイメージがあるので、そうするとこう、まあ、私の作品の一つに窓の、カーテンとお嫁さんのこうベールがつながってるっていうのがあって、でお嫁さんがなんか外にいて、草原とか外にいて、でその緑の公園の中をどんどん走っていくと、窓とつながってたそのお嫁さんのベールがだんだん伸びていって、最後切れて、うん、お嫁さんが自由になって、うん、どっかいなくなっちゃうっていう作品があるんですけど、それはそうですね、はい、あの作品を私は2017年に山口で見たんですけども、あ、 その時は一緒に、会場にいらした他の方とお話ししていて、面白かったのは、沢の上さんはそうやって花嫁が家から離れて自由になる、うん、あいうことを言ったら、そのもういらした方が、自分にとっては結婚が家から自由になることだった実家から出る、実家をされるということで花嫁の出る方がむしろ自由の象徴だったっていう話があって、やっぱり同じ映像でも見る人の意識で見るとそうです、ね、変わるんだなと。テーマが変わるわけじゃなくて、テーマの受け止め方がどんどん変わっていって、うん、そうですね、そういうことが面白いですね、面白かったんですけどだから多分この作品なんかも特に、うん、見る人によって全然感じが違うと思うんですね、いろんなこと、うん、そうですね、うんうん、私は子供の子供時代のいたずらの話を聞いたことがあったので、はい、そして蜂蜜っていうのがあったから、つい蜜蜂のささやき、あ、はいはい、映画をいつもこれ見ると思い出すんです。はい、で子供の無邪気ないいたずらっていうか、いたずらではなくて、はい、無邪気な受け止め方、いろんな受け止め方が実は、はい、まあうん、ある時は犯罪的になったりするという、そうですよね、そうあれはなんかフランケンシュタインだと女の子が ね思ってる、うん、脱走兵とっていう話だったと思うんですけど、そうですね、なんかミツバチのささやきもそうですね、映画 のビクトレリスっていうスペインの、映画監督なんですけど、まあ、確かあの映画すごく好きで、まあ、影響を受けてるとこもあるんですけど、あの映画もなんかその小さな少女のなんか通過儀礼的なっていう、なんか、あ、そうですね、なんかあるその瞬間にその小さい女の子でお家の中で可愛がられていた、うん、でまあ女の子が、まあ、それにはずっと変わらないんだけれども、あるなんかその女の子が経験の中で、まあ、その中ではこう彼女がフランケンシュタインだと勝手に思い込んでいる脱走兵となんか出会って、まあ、でもその人はなんか脱走兵だからなんか殺されちゃうんですよね、はい、まあ、でもそのなんか兵隊さんを見たっていうか出会ったみたいなことでなんか一つの線を越えるっていうか、一つ大人になるっていうか、うん、まあ、そういうこう
段階を踏む、少女が一つの段階を踏むみたいな、なんか割とそういうところにはいつも作品の、なんか大事な部分が、私の中ではあるというか、インスピレーションもなんとかあるなと思いますね。なんか確かにこれは蜂蜜がどんどん垂れてるんですけど、もう一つなんかこの作品映像のなんか影響を受けてるものがあって、なんかドン・アスカリアンっていう監督がいるんですけど、アベティックっていう映画があって、女の人がなんか なんていうかよくわかんない、なんか忘れちゃった、なんか寝てるんですけど木の下で、その女の人のところに男の子が上からぐしゃってこう蜂の巣をぐしゃってやったら、なんか蜂蜜がやってたけど垂れるっていうって感じなんですけど、実際だったら嫌ですけど。でもなんか映像として非常に美しかったんですね、でそれが非常にエロティックに見えて、多分それはなんか女性がなぜか胸を出して寝ててそれも状況としてはおかしいんですけど、まあ、そのなんか女性の乳房にそのぐしゃってやったあれが初めてが、非常にそれがなんかエロティックな感じが、して、そうですね、まあ、割とそういったこう、それは一つのシーンなんですね。そうです、一つのシーンなんですね、まあそういったその一つの通過儀礼を少女が超える、大人になる通過儀礼であるとか、なんかそうですね、蜂蜜のその素材感であるとか、そういったものは私の作品にすごく、影響をずっと与え続けるものであるなと思います。せっかくですから、これまでの、そうですね、山口で発表した作品を多分関西の方はほとんどご覧のチャンスないと思いますので、山口 の展覧会会場を撮ったものを、あ、そうです、山口、北九州ですよね、北九州と山口もあります、コンピューターが表紙です。あ、そうですね。まず、沢森京子の山口九州での活動を見ていきます。多分多くの映像作品が山口で撮影制作されています。と言いながら最初は北九州なんですけども、その私がやっている、そして住んでもいるんですけども、アーティスト・イン・レジデンスなんていうオペレーション・テーブルっていうところで、最初にパートナーの中野さんと三ノ森さん2人のアーティスト・レジデンスに来ていただいて、そこで制作した作品を発表するという展覧会です。で、展覧会のタイトルが仮面の時の鏡っていうんですけども、これは実はこれでだから仮面をデザインして、そして水があります。というのは私はそれまで知らなかったんですけども、この同じオペーションテーブルってとこはこの同じ水色の建物なんです。ちょうどそういう水色のそれで2人が、この展覧会よりも以前に別の展覧会でうちのレジデンスだけを利用してお泊まりになったことがあって、その時にその壁の色を見て2人で大騒ぎしてるんです。髪の覗き色だって言って中野さんも気を髪の覗き色だそれで、何ですかって言ったら、その髪を藍染めをするときに藍の色が程よく出るように何度も何度も髪を覗くんですって。ちょうど浅い色にしたいとき、深い色にしたときはもうしたいときはもうつけっぱなしなんだけど、浅い色にしたいときは何度も覗いて程よいところを出すので、それで覗いて作る色だからって言うんで仮面覗き色とついたっていう説と、もう一つは仮面に空の色がついてそれでその色になるので、仮面覗き空が水に映った色っていうんで仮面覗き色という2つの説があって、で それで2人の展覧会はじゃあもう仮面覗きの鏡にしようって、何を映すかって、やっぱり記憶、2人の、作品のキーワードといえば
あんまり共通点のない2人なんですけどもまあ記憶ということでちょっとつながるとこあるかなっていう感じで、その記憶を映す鏡ということで神楽坂の鏡という展覧会をしました。2人展ですけれども、でこれが、ほとんどの映像作品は山口で制作されてるんですけども、これは北九州で、それも山口だったら自然も豊かだし、それから古い建物もあったりしてすごく歴史の街なんですけど、北九州はまあ歴史もあるんですけども、どっちかというとごちゃごちゃした工業都市で、全然そのあまり自然豊かな感じないんですけども、これはしかもうちのすぐ近くの何でもないスーパーの裏の川で撮ってるんです。それがもうすごい驚いたのが、もう本当にどこだか分からない、特定場所を特定できないような夢のような風景になってるんですね。でぼやくぼやくこれはどうしたの？これはですね、これ撮りながら、これ本体じゃなかった、映してなんかリフレクションみたいな、なんだろう、このこれ白いこのモヤモヤは、これを映してる前に、なんか手前に、なんだっけ、アクリルがあって、透明なアクリルがあって、その上にお水があって、でその透明なお水とアクリルに映ってる実際の風景みたいな、なんか実際の風景を映してるわけじゃなくて、アクリルを持って現場に持って行って、そうなんですよ、そうなんだ。それでもう本当にもう千人住むところのような映像だった。しかもこれはご自分ですかね。あ、そうです。はい。もう人物も誰か分かんないから、まあ佐野武さん本人なんですけど分かんないよね。そうですね。うん、もうとにかくびっくりしました。何を撮ってるってわけじゃない。ないですね。そう、ただ、立って、ただ水辺に立っている人物を、そうですね、はい、これがなんかその水なのでふわふわふわしてるのが、それがこう動かすとわわってこう動くんですよね、映像が勝手にか、それが、はい、本当に皆さんに見ていただきたいぐらい普通のスーパーの裏に変わるそれがね、そう、いる時やってました。でそれをこういうふうに、これはオペレーションテーブルっていうのは元動物病院で、こういう手術台があるのでオペレーションテーブルっていうんですけれども、そこにの向こう側に映像を中心に出して、でこちらは2台は中野さんの作品で、あと手術台っていうのかな、なんていうの、これライト、無影灯って言うんだ、無影灯に革をかけて椅子をぶら下げてるんですよね。でこの手前が中野さんでっていうふうにして、コーナーを分けて展示しています。でこのケースの中が2人の共同、なんていうの、合作ですね、お二人が、何年か前に、やはり2人でやったことがあって、あ、いや、それは二人展じゃないんですけど、アサヒビールの、企画でお宝なんとかみたいな、あなたと私のお宝みたいな展覧会で、こうなんかアーティストに、何かピックアップされたアーティストに、そのアサヒビールでなんかいろんなお客さんから自分のなんか宝物なんだけど、もう持ってることもできないみたいなものを託してもらって、それを作品にするって思って、そしたらなぜか私に割り振られた作品の中に、ものの中には車があって、で、と思ったんですけど、その車の持ち主の記憶を巡るっていう作品をやって、その時に宮崎に行ったんですね。その宮崎をまた回ってくる、再現しようっていう。再現したんですよね。はい、はい、そうそう。展覧会の前にね、はい。その時の映像作品ですね。そうです。はい。でこの2人のインスタレーション、でこれが、もう一作の映像作品を、はい、ミシン越しに撮った、はい、そうですね、撮ったんじゃなくて投影した、あ、そうですね、ミシンが、ミシンの手前にあって、でそのミシンにレースをかけてあって、はい、でこの映像作品はもう他で上映されたんですよね。あ、そうです、別のところで、キャズ、あ、え、あ、
そうです、これ冷やずでやったそうそう、これ2011年にやったやつ、うん、そうです、あだからそれ吉田さんの時、そうかそうか、2013年だからじゃあ、ね、じゃあ制作も2012年ですか。あ、そう、それね、だからこれあの配分つけて投資した方がいいって話だった。だから2011年の映画が11月と12月だったね、うん、やって、 それと同じ映像素材使って別のインスタレーションしてるから、あ、そうそうそうです、そうです、っていう話で、これ4月でしたね、そうですね、うん、キャズのインスタレーションですか。あ、このキャズでやった時は、うん、あっちの部屋にこの映像を、うん、あのベッドと天蓋があって、うん、そこに投影しました、だから同じ映像なんだけど、うん、さっきまたくさんおっしゃったみたいに、うん、そうですね、インスタレーションの形が違うっていう。あ、そうか、はい、あ、そのベッド天蓋は持ってこられてたんですか。え、あ、うん、その時は持ってきました、山口から、うん、そう送ったんですよ、そうなんだ、はい、なんかいろいろ家具に映して、うん、映像映すと、なんかこれとか森の中にあるちょっと廃墟みたいに見えたりとか、うん、影が、ちょうどあのこのミシンのこの内側のところを通してこの森が見えるので、うん、森の洞窟みたいに見えるんですよね、うん、でこのなんか白い方、うん、あそこ白いなんか丸いのが、あ、人がいるんだ、はあ、うん、あれはなんかファントム、そうファントムなんですけどまあ私が単にシーツかなんか被ってるんですけどそれぐるぐるってこう中に消えて森の中消えてくんですけど、そうするとこのミシンを使った場合のインスタレーションだとこの廃墟に消えてくみたいな感じに見えたりとかして、で、まあ、キャズやったみたいに天蓋にやったりすると、まあ、その天蓋が割と丸くこう大きいので本当にその森の中、丸い森の中に消えてくような感じに見えるっていう感じですかね、はい、もうどこの森ですか。これはなんか当時なんか山口来たばっかりの時になんか近くにあったなんかすごい大きな千年杉じゃないですけどなんか杉が、うん、天然記念物的な杉がある近くのやっぱ森ですね、はあ、ありますよね、はあ、そうですね、とにかく自然が、うん、多くて、で私思ったんですけど山口で確かにその作品の映像を撮ってること多いんですけど、うん、別に、ま、私は結婚して山口に行ったんですけれども、それで今暮らしてるんですけれども、なんかその前にキャズでやってる全然結婚する前の割と初期の作品も山口の、うん、なんだっけ、あの秋吉台で撮影してたので、そうなんです、だからわざわざリンゴのやつ、そうわざわざ撮りに行ったんです、うん、なんかそこがちょうどいいんじゃないかなと思って、うん、はあ、だから案外なんか山口する前から、うん、あ撮ってたんだなっていうことに、ね、はい、振り返ると気がつきました、ね、はあ、作品のロケーションとしてはいい場所があるんですよね。あ、そう、たくさんあります。ちなみにこのミシンはこのペンションテーブルの部品 で、 そうです、あの一応出材の上のミシンとコンゴリガさんの出会いというので、このシンプルにしてるものが、そうでもミシンはよく使われますよね。あ、ミシン使いますね、はい、たまたまここにあったから、そう、あーと思ったんですけど、うん、はい、あの実際ミシンも持ってきて、うん、実家にもあるので、あ、他 の、 あのインスタレーションでも見ました、はい、後で多分出てきますけど、こんな風に光がずっとこうあの洞窟の中にこう入っていく感じになるんですね、うん、そうですね、全体見るとね、こんな何でもないところなんですけど映像だけ見ると、うん、あとこの機械にこのオペレーションテーブルの展覧会の機械にあの八幡遊プロジェクトっていう同じ北九州にあるアーティストの、 あの集団が企画して、この八幡遊っていうあの元銭湯をあの、まあ、スペースにしたところでパフォーマンスをやりました。うん、確かに黒いドレスですね、うん、黒いドレスですね、はい、あんまりたくさん撮ってないんですよ。あ、撮っちゃいけない。あ、まだ初めて見たんです私この時にね、これそれじゃもう見る方に夢中で撮ってないんですよ、うん、これで、次の年にギャラリーソープっていう小倉のギャラリーで、うん、やはりこのパフォーマンスを、そうですね、これなんかちょっと展覧会のテーマが沢森さんに別に最適というわけではない、なんかそうなんですよね、性的マイノリティをテーマにした作品、なぜか沢森さんが呼ばれてて、そう
全然なんか、なんか雑誌のなんか編集長が来て話をバラ族の、あ、バラ族の編集長が来てちょっとね、間違いなかった。私がすごい間違いなかった。多分ね、企画者がね、これを見たかったんですよ。そう、企画者の人が見たくて、うん、まあ、呼んでくださって、うん、非常にありがたかったんですけど、でもメインで、うん、さっきのこの男性陣たちは、うん、みんなゲイの人なんですよね。そうですね。そうそうそう、コスプレするだけ入った女性が、なんだかね。そうなんですね、これでなんか、あの私がこのハニーのパフォーマンスで、うん、なんとなく割なんかセックス産業の人みたいな感じですよね。そうで、おまけになんかこの、まあ、今マイクを持っている方が、うん、あの司会だったんですけど、もうこの人はなんかバリバリ私はゲイですよみたいな感じがもう、あのもうカミングアウトもされてて、あれでなんか結構なんかちょっとキャラが立った方で、うん、なんか割となんかこんなになんか盛り上がらない、盛り上がらない人は悪いけど、なんか割とこの人がチクッ、チクッとなんか一人で好きでしたね。そう、割と感じで、うん、なんかちょっとこう不思議な、うん、異様な感じの場所でやりました、うん、で、次がこの、はい、あの流出の映像作品が初めて登場した、先ほど沢野さんが遊園地、ああそう、うん、そうです、遊園地がこの時矢ミュージアムっていうのが大きな公園の中にあって、うん、それでその中に遊園地があるんですね。そうですね。でその時矢ミュージアムが会場だったの で、 そ、 うです、ね、それでこの作品にしたっていうこと。あ、そうそうそうです、そうです。それでさっきね、うんうん、この同じ映像なんですけど、はい、こういうふうになる。そうです。でもこの時は、うん、そのさっきのミシンじゃないですか、天木さんのミシンではないんですけど、これは私が持ってきたミシンで、古いミシンのなんかちょっとこの四角いのなんだって感じなんですけど、この四角いのこれなんでしょうね。これ見ると分かりづらいんですけど、でもミシンがあって、ここのなんかミシンのなんか何ですか、こう倒してこうテーブルになるんですよね、うん、でそのテーブルのとこバーンって出すと蓋、そうだ蓋、蓋、その蓋のところが割とこう面白い素材で、このなんかこれを投影するとちょっと光るんですね。それなんでこの蓋とミシンに投影しつつ壁にも投影するって感じで、はい、やりました。写真の撮り方が、あ、いやいや、こっちだとちゃんと写ってますけどね、あのコンピューターですね、はい、で、この木馬の映像と、あ、メリーゴーランドの映像と、はい、それからこれが、同じで観覧車ですね、観覧車ですね、はい、で、これは大きい壁があったので、うん、もうそこにピタッとはめて写したんですね、うん、なんかさっきのところは、まあ、あのぶわーってまた、うんうん、なってるんですけど、まあ、あ、これはベール、そうですね、ベールに映して、同じ部屋ですね、これ同じ部屋です、同じ部屋で、この作品じゃないんだ、はい、違う、これは、うん、その木場を外から引きで撮った、うんうん、はい、もので、木場の、じゃこの映像は今はやってないんですか。あ、やってないですね、うん、はい、そうなんだ、別のがあった、そうですね、うん、でこの時は本当にギャ、まあ、ミュージアムですから、うん、ギャラリーの一室って感じでね、そうそうですね、だから本当特別なインスタレーションじゃなくて、本当に普通の展覧会のよくあるインスタレーションの中の一つみたいな感じですね、うん、そうでも、まあ、あのそういうミシンとかベールとかの小道具は三浜さんらしいんですけどね、うん、これミシンね、あ、そう、ちょっとミシンに光って映ってるところが、うんうん、はい、そうな、この手前、これは別のところに映ってる、あの蓋に映ってる、蓋に、あ、そうです、あれは蓋に映って、そうですね、蓋に映って、これはミシンのグループ回すところ、だからミシンにも映るし、うん、向こうの壁にも映るって感じですね、はいはいはい、そうです、で次はこれは私が知らなかったのでちょっと書いたんですけど、どういう展覧会だったのかなと思って、2つともキャズなんですけども、そうですね、パイロットプラントっていうのと、それから、あ、パイロットプラントは2つともキャズ、そうですね、うん、で、これは展覧会とか、なんか毎年年始にキャズさんが企画をしていて、キャズに関わってる作家の人たちが毎回パイロットプラントで赤だったり、なんかリュシャンだったり、うん、なんかテーマがあって、それに沿った自分たちの商品を置いて展示していただき、それがなんか売られるんですよね、
って言われてて売れたんですか売れたこともありますけど、何ですかそういうの、あのオークション、あ、オークション、そうそう、あ、オークションになってる、はい、どういう作品でしたか。いろいろ、赤の時はあ、なんか お茶碗に赤い花びらのがついてる、あ、じゃあ映像じゃないんですね。あ、じゃないですね、映像、うん、の時は蜂蜜の魚拓みたいな感じのを布にバッてやって、うん、でそれをアクリル のフレームにはめて出しました、はい、それは出たかな、はい、な感じです、はい、山並芸術祭はまたそれは展覧会で、うん、はい、それでは、うん、なんか、うん、で、はい、で次が腕の、また腕なんですけども、別の場所、先ほどのは腕の時計ミュージアムで、今度は渡辺王記念館って言って、腕にあのさっき、サラミさんちって言われたようにですね、うん、あの石炭鉱があったり、それから石灰を掘る、あの悪球資材みたいな石灰岩の大きな山があって、いくつも石灰を掘る、こうなんですか。石窟場があって、工場があって、はい、それからその石灰をセメントにする工場があって、ものすごい、なんていうか、あの重工業がいくつも成り立ってる都市ですよね。そうですね、うん、それを全部起こしたのが、この渡辺王と言われているその人物が、腕の7つの産業を起こしたというので、それも石炭だけだと、都市は成り立たないので、石炭を取り巻くあの関連産業を作ろうというあの方針で腕をあの反映させたらしいですね。でその人の記念館が、あって、はい、あのた設計が、まず、村の東部のすごい建物があって、そこでこの山口と北九州の坂のグループが自分たちで設計してる中ですね。その中、その建物の中のちょっと特別な部屋、会議室で、うん、会議室で、あの他の人たちはみんなホールとかなんかあの廊下とか階段とかいろいろ使うんですけども、この独立したお部屋でちょっと特別な雰囲気のあるお部屋で、サロメさんがこの桜のなんか、そうですね。でこの作品はあのそこの壁のところにある、あの、はい、自分の、はい、写真の、あの絵があるんですけれども、あの会議室でこの渡辺王記念館というのはその上のこの渡辺王の炭鉱なんですけど、このなんか、うん、その人のもうなんか権力のなんか象徴みたいなすごい建物 で今は音楽ホールとして使われてるんですけど、ここのなんか一応なんか肖像画があるんですけど、あれは渡辺王さんらしくて、まあ彼の肖像画がバーンってあって、でおそらく昔ここであのまだ彼がすごい権力をねあれして、まあ後見罪だった時は、まあ男性社会でここで、まあ、しかめ面らしいいろいろな会議なんかもされてたと思うんですけど、まあ、場所もとしても非常に重厚感があって素敵な場所でもあるので、そこを使わせていただき、でここはなんかたくさんさなんか花びらなんですけれども、うん、のように見せてて、先ほどちょっとお話ししたローで指型を作ってて、私の指の形が全部剥がして、あのさ一瞬花びらのようにとか桜のように見えるんですけれども、うん、まあ、これ実は全部なんか指の形なので、あのそれなのでここのなんか会議室がきれいに質本当は整然と整えられてて、渡辺王氏の、肖像画があるんですけれども、その会議室の椅子がちょっとガタンとちょっとずれてて、でそうです、はい、誰か動いてたっていうか、ここの窓から、ここの窓から、はい、なんか嵐がこうわーって来て、桜の花びらがわーって入ってきて、それで会議してた、まあ、おじさんとか、まあ、男性たちがわーって混ぜ返されるんですね。そう混ぜ返されて出てってしまったみたいな、そういう状況をインスタレーションとして作りたくて、まあ、なんでかというと、その男性社会にこう女性 その指の力でこうガーッとこう風を起こすとか、力をこうグッと入れていくっていう、そういったこう意味合いのインスタレーションをしたくて、うん、それでこういった状況を作って、うん、はい、作品として見ました、ね、この写真はちょっと落ち着いて見えますけど現場を見たら本当にこう
めちゃくちゃ嵐が来たっていう感じですね。はい、で本当は、ね、椅子なんかも倒してもいいですかってちょっと聞いてみたんですけど、やっぱり昔の調度品なので、ちょっとそれは遠慮してほしいということで、まあ、ちょっとバッとずらした感じで演出しました。で、その次の年に、山口と北九州で三つ展覧会やってますね。最初のは、中原千也記念館。これ、中原千也って山口市出身なので、そうです、文覧館があるんですけど、そこを全半分ぐらい使って、いろんな山口のいろんな作家が、あの三上さんの本なんだけです。これちょっと、そうですね。うん、これだとちょっと、そうです。これは引きで写した感じで。うん、まあ、ここの中に昼夜の詩の詩集の本があって、そこにはまた拝んじがあるんですけれども、ここ花火は、ついては消えて、これ写真ですか、それ映像、映像です、映像の作品です、花火の花火ですね、これ花火、あ、そうか、はい、映像がついては消えてるっていう、割とこう昼夜のこう儚い人生みたいなものをこうちょっと花火で、はい、そうなんです。これはこの展覧会のために作った映像ですか？どうかな。そうですね、だったと思います。あ、はい。というのは、そうですね。あ、そうです。花火撮りに行ったんです。そうそう。はい、あの展覧会のために、はい、そうか。その次のあのサーガリーガーデンっていうところでも同じ花火を使ったんですよね。あ、そうですね。はいはい。でその時はその昼夜の時に使った花火をサーガリーガーデンモールのそのちょっと暗い、暗室みたいなところで、はい、展示また違うインスタレーションしましたね。はい。これがそしてその秋吉さんで撮ったっていう、あ、そうそう、うん、そうです、そうです。だからこの時はまさか自分が山口に住むとか全然思ってなくて、私は出身神奈川県なんですけれども、たまたまなんかこのこれはなんかなんだっけ、聖書の失楽園のお話を元にしていて、アダムとイブのリンゴのお話をモチーフにしている作品なので、まあ、割とそういう荒れ地、そういったところで、はい、撮りたいと思って、それであのちょうどいいなと思って、でエデンもそうなんですよね。そうエデン、そう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 です、そうです、でここで撮りました、はい、こうやってあのリンゴ、反転してるって言いましたよね。あ、反転っていうか、そうですね、一つのリンゴが女性、私なんです、この女性が男性にリンゴを渡して食べさせて、そうすると芯になるんですけど、その芯になった今度リンゴを私の口に男性が持ってきて、そうするとそれは逆再生なので、逆再生にしてあって、そうすると芯になったリンゴがだんだんなんか丸くなっていってまたできたリンゴを女性が食べさせて、でその永遠ループっていう感じで、はい、なんかその、はい、これはあの博物館の中でこのモニターで見せるっていう、あ、そう、サラビモールだ、そうでしたね、インスタレーションじゃなくてね、そうです、そうです。でこれ一番最初に、展覧会で、出品したのはキャズの東京展の時でした、で、面白いところ山口市にある不思議なバーがあって、そこで、さっきのこれはみんな飲みながら勝手に花火を作ってワークショップです、展覧会も展覧会っていうよりワークショップですよね。で一応あのこの中にもこうやってばらまいてあるんですけど、ワークショップが中心で、そうですね、はい、みんな作こうやって作るんですよね。そうですね、あのローにあるローの中に指を入れて花びらを作ってもらって、みんなにも花びらを作って女性たちにで参加してもらうって感じなんですけど、みんななんかだんだん酔ってくると喋っててあんまり花火ができないんで、まあ基本私のが多いんですけど、まあそういった、はい、ワークショップも主でした。で、今度が、2018年、はい、これがこの旧県会議事堂っていうのもまたすごい建物で、そうですね、古い大正時代、
渡辺記念館がもっとすごいですよね。そうですね。議事堂ですから、ね。そうです。その中のお部屋をいろんなお部屋を使って、なんか集大成という感じの。今までのそうですね、うん、作品を、まあ、そこの場を全部使って、うん、まあ、全く全部じゃないんですけど、ほとんどお店で、はい、個展をやったという感じです。これちょっとタイミング悪いんですけど、沢信さん、本当はこの崖の前でオルゴールのように、オルゴール人形のように、そうですね、こう行ったり行ったりしたりですね。そうですね、回転してって、うん、オルゴールの音に合わせてっていうのですね。まあ、そういった部屋があって、使う。手前にある西に映ってるのは別の作品ですね。あ、それはさっきの、うん、あ、さっき消えていくやつですね。あ、これ。そうです、森に消えて、白い影に消えていくやつ。そしてこれが、これは、これは、また別の作品、海で撮って、須佐っていう山口にある須佐っていうなんか日本海の海のところでなんかちょっと、あ、三森さんが、そうですね、海の水の中で、はい、オフィリア、オフィリアとは違う、ではないですね、はい、これがオフィリアですね。バスタブの中に映してるんですね。ですで、うん、バスタブに、これも実はキャズでやったのが最初なんですけれども、うん、その時はバスタブの中に牛乳を入れて、そこに私、オフィリア、女性が私が横たわってて、うんうん、で花に囲まれてるっていう作品を投影してたんですけれども、この時はこの場所が、うん、まあ、非常に厳しくって水とか液体を使えなかったので、そのドレス、ウェディングドレスのベールを中に入れて、うん、そこに投影しました。ベールに映してる。そうです、はい、で、ユリを食べる。そうです、ユリを食べるというか、ユリが口から出てくる作品です、ね、これもすごいショッキングで、ユリを生み出す方ですね。そうです、ユリを生み出す女性の作品ですね、うん、はい、ですね。まあ、ちょこっと見えてますけど、口の中に白いのがちょっと口元にあるのはユリがある。すごい顔してます。そうですね。怖いです。これがそして、そうですね。桜の花びらを作るためのその、ね、パフォーマンスの映像ですね。だからワークショップの時は普通のボールやってそうです、こちらはちょっと、はい、バスタブに私が浮いてて、うん、大きいキャンドルを抱えてて、そこからこう少しずつ指を入れて花びらを生み出していくっていう、そういう作品でした、ね、あ、これがベール。そうですね、うん、はいはい、天蓋に、うん、これまあ教師だよ。で、これが、そうそう、隣室のメリーゴーランドの作品を、メリーゴーランドが上に会場に映ってて、うん、で、下が、観覧車。観覧車の窓からの作品です、うん、この三つ安定も一緒に。これが、すごく広い、議場ですね。ですね、国会議事堂みたいな感じの、議会場みたいな感じですね。場所が、非常に面白い場所で、うん、まあ、ここもやっぱりその昔 の, その男性社会で会議が行われてた場所で、でそこにぐる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 回るその者たちがあるので、まあ、そういったこの私の元のコンセプトはその記憶であったりとかそういうのがあるんですけれども、まあ、ぐるぐる回ってるからなんか会議が回るっていうか、ちょっとそういう揶揄するような部分もあって面白いかなと、うん、そうそう、そこは、まあ、うん、この場所があってのまた、うん、会議もあるし、遊園地だし、そう、遊園地だし、そうそうそう、うん、そうそう、それは、うん、ちょっとたまたまそういう場所によって変わるのも面白いなっていうか、加わるのも、このベールが二重、今は二重ですよね、二重ですね、この時も二重だけど、うん、この時はベールのこっち側から見えて、あ、そうそう、それ会場が広かったですね、広かったですね、そうそう、光がこう、ベールとベールの間を光が通ってるのが見えるんですね、うん、ちょっとアトラクションみたいな場所がですこれ上ですね。そうですね。で、また今年のました、はい、オペレーションテーブルに、うん、先ほど見たその渡辺陽記念館の桜の花びらがもうあまりにも印象的だったのでお願いして、
校でもやってくださいと、それも渡辺記念館の時は3月の終わりで、終わりでその年は桜が遅くて咲かなかったのね。そうなんですね。咲いてないのに、でも部屋の中は桜の花びらだけっていう、そういう面白さはあったんですけど、本当に桜の咲く時期にやってみたいねって言って、今度は4月の、そうですね、3月の終わりから4月のにかけてずっとやりました。いや3月3日から5月6日まで、5月でやったいや完璧に桜がずっと咲いてくるという、そうですね、でその入り口にこのパフォーマンスの映像があって、はい、でこういう受付の部屋まで座っていて、はい、で、まあ、手術台のところ、うん、まあ、これ手術台 でここは元は動物病院なので、手術台のこう動物用のちょっと小さい小ぶりな感じなんですけど、これなので、まあ、これの花びらのなんか私としては、そのさっきの女性の力っていうお話をしたんですけど、ちょうど時期が閉鎖が終わるところだったのね。そう、令和に変わるところもあって、うん、それなのでその女性の力がちょうどその指のわーって押す力と一緒になんかその令和に変わるっていうところで、そことダブらせて、そこもいいなと思ったんですけど、もう一つなんかこの何でしょうね、なんか指から花びらを振っていうのはちょっと私は祈りの意味ももう一つ別のところで込めてたところがあったので、まあ、なんか動物たちの、まあ、なんか手術台なので、うんうん、なんかそのいろいろここで、まあ、治ったり行ってしまったりした動物たちのなんかちょっとこう、うん、鎮魂の意味もあるみたいな、そういったなんか場によって同じ作品でもまた別の意味が先ほどの議場じゃないけど加わるところも私は面白いなと思っています。相当大量でしたね。渡辺記念館の時は一室だけど、こちらはもうなんか小さいコーナーとかいろんなとこがもう大量な大量です、ね、大変な作業で、ダンゴムシがよく来るんです、うん、好きなんですよね。そう、なんかね、あったかいんですよ、でこれは以前にカメラ時の時に2人の合作を発表したケースなんです。ちょうどこの中段に置いた花びらの影が後ろの壁に映って、それが世界地図のようだって言った人がいて、本当に良かったですね。世界を映してる、うん、桜の花びら、うん、これはカルテケース、カルテケースですね、っていう感じで、はい、まあ、いいかな、はい、はい、うん、はい、振り返って、山口の皆さんがご覧になってない山口の展示をちょっと見ていただきました、はい、それで、はい、同時に佐野美さんのこれまでのほとんどの映像作品が見えたんじゃないですか。そうです、だって出てこなかったのもあります。いつかありますか、はい、うん、まあ、別に九州、四国、あ、四国じゃない、四国でもやってます、うん、なんか、まあ、その日清ばっかりやってる、まあ、いろんなところやってるんですけれども、でもやっぱり今住んでるところが山口っていうところもあって、その山口と北九州で、まあ、機会をいただくことが多いので、まあ、こうやって見ていただいて、そうですね、それでやっぱりその映像作品が、同じ映像作品がこう変わっていくっていうのはなんかすごいなインスタレーションによって、まあ、小道具も変わるけども、うん、そうですね、そういう意味作用も変わっていくっていうのが、うん、なんか面白いところだと思っています。はい、ありがとうございます。なんか私もだからその作家の意図もがもちろん一番重要なんですけど、それだけじゃなくてその場によって一緒になんかインスピレーションを受けて作られていくというか、そういったなんか何でしょう、自分だけの意思じゃなくて、なんかこう自然発生する何か別のなんか見えない力によってみたいなところも感じるものもあって、そういったところでまた同じインスタレーションが別の意味を持って新しいものになるっていうのも私も面白く、うん、感じているところはあります。あと見た方たちからいろいろ言われるでしょ、自分の持ってなかったようなことも言われる、あ、そうそうそう、さっきのね、ね、お嫁さんのベールのこともそうですけど、うん、そうそう、案外自分が考えたこともないような、でも面白い感想とかもあったりして、はい、そういうことがなんか次のチャンスに
生かされたりすることもあるかしら。あるかもしれない。はい、うん、そうですね、はい、そうですよね。だって自分の気がつかないところに、うん、海が飛んでいってるっていうのはすごいですね。あ、そうそうそうですね。だから私の最初のバイト先の女性性のっていう作品は割とこのカソリックの学校にずっといたので、それがテーマだったりすると、その作品をなんだろう、ブルガリアで何かやった時に持ってったりすると、やっぱカソリックの国だと日本よりも割とすぐそのコンセプトをシュッと、はい、分かってくれて。そうなんですね。まあ、美術の専門家じゃなくて普通の、まあ、一般の、うん、あ、なのでなんかな、見に来た普通の親子だったり、そういう人もすぐにこうふっと分かってくれて、そういったのも面白いなと思うし、そうじゃなくてその日本の国でそのカソリックとか全然そういった、うん、あの宗教と関係ないし、そういったもの知らないよって人がまた違う取り方をするっていうのも面白いなと思うし、うんうん、はい、面白いなと思います。うん、という感じで、うん、会場の皆さんのお話聞いてみたいなと思うんですけど、そうですね、もし何か質問とか、質問とか、あと感想とか、人と違うことを考えたりとか、そういうことがあったら、今まで聞いたことのないような、うん、見方をしていただきたいなと思うんですけど、何かあったら。質問なんかとかありましたら、質問は、つまらないけど、桜の花びらの形もね、象に指をつける。あ、そうです。熱い状態ですけどね。あ、そうですね。あの、かけてる。あ、そうですね。一応そういうことになってるんですけど、でも作るときは、ですね、なんか指の型がきれいに剥がれるように一度水につけて、それでロウをつけて、でまた水につけると剥がれやすいんですよ。お水がなんていうんですかね、カバーになってパラフィンがピロッと剥がれてくれるので、それなんで最初氷水に指をつけて、それで熱いお湯がパラフィンに入れて、それでまた氷水に入れるとパラパラって取れるので、そうやって結構作って。指5本分作るだけでも、そういったこう手順がちゃんとあるわけで。あ、そうですね。そうすると、その作ってる間、聞きたかったのは、はい、その作ってる間ね、一体どういう、心理状態ですかっていう。それで作業をすると、ちょっと瞑想的な人もいるので、そういうものなのか、そうじゃなくて、もっと精密で、でもこうその作法がこうはっきりしていてね、ということなのかっていうことだったんですけど。そうですね。ワークショップを、じゃあ私の場合なんですけど、はい、私が作る場合は結構追い立てられてるというか、本当にたくさん作らないといけないので、なので結構もうすごいテンポの速い追い立てられる曲を聴きながら、もう機械のように、で大体5本指は入らなくて、親指はこうやってやるともうは形がちょっと違うの で小指もちっちゃいのできなくて、結局3本の指でやって、こうやってもうパラ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 っていう、もう本当にこう機械の、そう単純作業の機械になって、なるべくこう自分の意識とかはあれしてタイマーをつけて10分集中、休みを3分やる、10分やってっていう感じで追い立ててやってるんですけれども、ただワークショップをすると、おっしゃってたみたいに、これ瞑想みたいとか言ってなんかアメリカ人で、今スコットランドで制作をしてるアーティストの人もさっきこの辺参加してくれて、さっきの映像に出てるんですけど、彼女はなんかすごいこれメディテーションのようとかって、なんかすごく雑念がなくなっていいわってヨガみたいとか言ってたんですけど、結構作るところは割とそんな感じじゃないんで。今の話を聞いて、思った感想は、はい、ちょっとあれですよね、もう産業革命期のちょっと、ね、単純作業の工場労働者のような感じ。そうですね、本当に。そうですね。まあ、そうですね。まあ、工場労働者みたいだなって思ったことはちょっとなかったんですけど、言われてみればそうかもしれません。まあ、そうか、なるほど、言われてみればそうかもしれません。ありましたよね、
女性ジェンダー的な読みをした人がそういうかあの女性 の, あの家事労働とかそういうものも示唆するんじゃないかって言ってしまいました。言ってました、うん、それこそなんかその瞑想みたいって言ってた、うん、そのアメリカンアーティストに一緒についていったキュレーターの日本人の女性がなんかこれはその女性 の, その家事のルーティンでその全然なんか誰か家族とかに褒められたり給料が入ってくるわけでもないのにそういった仕事のルーティンのなんかを示唆するようにも思えるって言っていました。それもああなるほどそうかって思いました。そのねあのその話を聞いてまたちょっとねその渡辺王ですか、はい、あのあの会議室でバラバラとか展開しとった非常にいいですね、そうですね、そういった観点からもちょっと面白いかもしれないですね。あ、よかったです、はい、どうもありがとうございました。じゃあその次に、はい、あのキャズでやった時に、はい、もうねやった時に足りなくて、はい、結構あの僕とシンボリックのカメラ作って、あ、そうなんだ見る人はこのあの全部サナベさんが作ったのも色っぽいのに見えるおっさんの爪やりとか作品の成立の仕方としては問題になっていや、はい、そうですね、いやそのおっしゃる通りで、まあ、これは私が作ったよっていうあのフリをしながら結構いろんな、だから本当はなんかワークショップも男性は ねあのダメとか言ってたんですけど人数が足りないからいいですよとか言って入ってもらうとものすごい大きいあの花びらがあってこれは桜じゃないですねとかボタンみたいな、そうボタンみたいな感じででかいっていうのがそれもありました。まあ小さいねお子さんも参加してくれて、そうするとちょっとね可愛くってあのすごかったですね。そうすごかったりしたんですけど、北九州の会場はだからワークショップをして桜のファイヤーもっと増えますよってあのそうしたんですよね。そうやってしたのにワークショップ参加者がもうみんな大事に持って帰っちゃって全然増えなかったそうですなんかすごく自分がつけて作ったっていうのが愛着があるみたいで、特に子供なんかすごいね、子供こんなお皿いっぱい作ってましたそれもあの大人はあの大きい花火できるけど自分はちっちゃいからね5本指つけるんですよ親指も小さいから ね、 そうですね、5本でもう一軒作ってこうやってね、ちっちゃい子が、うん、二人で競争してやってました。なんかだから指がちっちゃいの雪柳ぐらいの花びらがたくさんね、かわいいのができて全部ごっそり持ってっちゃって持って返しちゃったね。だから私の目論みとしては皆さんのあれでどんどん桜が増えてきてほしかったんですけど、そう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 増えてくるってことにしてたんでね。だから私が時々週末に作ったのを増やすんですけど、そうまあそんなでも、まあ、あの最後増えました。そうですね、まあ最後増えました、はい。だからまあちょっとずるっていうかずるでもないんですけど、コンセプトとしては私の花びらっていう感じなんですけど、まあいろんな方の花びらが混じってたりします、はい、ですね。他には何か、大丈夫ですかね、うん、はい、どうもありがとうございました。